こう。ブランドなんだもんね。まあなんか気づいたなっていう感じで本当に。マジ気持ちいいんだけど。わかる。何これ。おかしい。この音楽オル何オルガン。なんか教会とか系、うん。すごいよね。世界観がレベチ。こういうの好きでしょ。好き。マジで家だったらなんか全部アートみたいにしたい。いそれめっちゃやってほしいかも。家とかその空間作りめっちゃ好きだから、インテリア集めるのとかめちゃくちゃオカマだよね。本当根っから。やっぱだからそうだよね、好きなものがさ、可愛いものとかも全然好きだもんね。好き好き好き。かっこいいっていうもので買うよりは可愛いって言ってもの買う方が多いかも。だってユピが持ってるものうちも可愛いと思うもんやっぱ。男の子ってでもさ、可愛いって思って買うことないのかな。じゃああんまりない気がする。あ、そうなんだ。けど、まあでも系統によると思うけど。可愛いって言ってないだけで多分感情一緒でしょ。でも可愛いって思ったとしても思うもの違うかも。可愛いって違うか。そこまで。でも例えばさ、えなぴがさ、うん、スキピとかにさ、え、これ可愛くないって言ったら多分そのスキピはさ、え、めっちゃいいねって言うで言うじゃん。可愛いねとは言わないよね。だから可愛いとは思ってないんだと。え、例えばネイル、うちのネイルとかさ、今回のネイル可愛いって思ったりするでしょ、うん、例えば、うん、その感覚わかんないと思う、男の子って。すごいよね、それ、うん、だからそれは周りにやっぱ女友達とかがいたりとか、お姉ちゃんとかがいたから、確かにその感覚ちょっとあるんだよ。可愛いって言ってもの買う方が多いですね、うんうん、あの話、ほんまに。日本語通じないわけやん、うん、その中で英語とか日本語でさ頑張ってくれる店員さんいっぱいいるじゃん。分かんない。本当に全員にハグしたくなるよね。なんか優しい。しかもマジで感謝。最初ちょっと怖いと思ってたけど、分かる。全然優しいし、ちょっと疲れてきたよね。一回仮眠券とか使ってみたい。え、仮眠はノー。え、なんでその心は。絶対起きないし。起きるから。じゃあそれで10時とかに今から寝てなって。確かに。どうせああってなるんやから。仮眠券とか使ってみたかったな。仮眠券ないから寝たら即帰宅の旅じゃないから。これそうなんだ。すごい。うわ、終わった。並んでるめっちゃ。うわ、パパやって。絶対やると思ったから。ありがとう。あ、じゃーん。うまい。楽しみ。いただきます。
これやばい。いや、完全苦じゃん、もうこれもさ、やってること単純じゃん。なんでこんな違うんだろうね。正直舐めてた、本当に。で、新大久保でいっぱい食べてる人とか思ったの。もう日本で食べれないものなくないって。あった。たぶんあるよね。あんなに。どこてか、マジで美味しすぎる、この麺。これやばい。帽子3個持ってきてさ、また今日2つ買ったから、うちも帽子3個持ってきた。それで1個買ってる。怖い。今あのホテルにキューパーあんの怖いよね。奇跡だけど動物の森みたいだね。いらないもん。もう食べた。もういらない。もう一口でよかった。一口でよかった。めっちゃ美味しかった。それ本当にびっくりするぐらい美味しかった。あらがいゆ。あらがいたい。いつでも、いつでも、いつでも、いつでも君の心にあらがいたい。あらがい、あらがいゆうこです。ほんと大丈夫だよ、もう疲れてるならゆっくりお風呂でも入って休んでね。でも違う、私は今日ここ夢がある。せーの、ポケットを叩くと自分が一つ、ポケットを叩くとえなこが二つ。ありがとう。でも今日はゆっくりお風呂でも入った方がいいよ。クライブーメンを作るから。ほんまに買ったもの。じゃあ賞金紹介して。うち知らないからまだ。ガチで、うん、せーの。あ、じゃあそれやって。せーの、せーの、ブーブー。プシー。何ですか。バナナウユ。そこは言ってよ。バナナウユ、バナナウユ。これごめんね、あの一個で一回一回やる、もしかして。うん。全部やる。無理。大丈夫大丈夫。商品名は感じ取ってほしい。でも分かった。次はでも簡単まだ。せーの、プシー。ヨーグルトクレー、ヨーグルトシリアル的なやつ。これ食べたことない。え、あるある。ある、あるけど、ほんと4年前とかの話だから。あ、そんな前からあるのこれ。おるよ。はい、いきます。ハニーバターポテトチップス。これはユーピーマンさんと食べようと思ったんですけど、なんとこれが嫌い。本当に私、あの甘じょっぱいっていう味覚が好きじゃない人で。ああ、食べれなくはないってこと。食べれなくはないですけど、うん、まあ甘じょっぱいんだよね。甘じょっぱいんだよ。甘いかしょっぱいかはっきり白黒つけよって。グレーンゾーンってよくないじゃん。確かに。白なら白、黒なら黒、甘いなら甘い、しょっぱいならしょっぱいみたいなのがやっぱ好き。でもそれに疲れちゃった人が、てかオカマが何言ってんの。白黒つけよって、どこのオカマが言ってんの。あんたが一番応援してあげなきゃ。そうだった。じゃあ次ラスト、せーの。あ、その仕事やで。プシー。ココアジュース。こいつが可愛いんで買ってみた。このキャラクターめっちゃ人気じゃない。あ、そうなの。でもユピも買ったんでしょ。なんか買いました、こちら、うん、なんていうのこれ。プリングルス。プリングルスの、うん、なんか日本であんま見たことないようなリッチチーズガーリックっていう味があって。あんた好きだよね、ガーリックとか。絶対美味しくない。チーズとかトリュフとか、うん、うわっ、うまっ。いただきます。うん、コクがありますね。チーズ強いね。うん。てか今何時なんこれは。え、結構12時。食べてみるね、一回、うん、うまいよこれ。うん。なんかうちの知ってるものと違う。ほんと、うまくない。うまい。ほら、なんか、ダメだった。3枚で結構大満足。いや、もう満足、韓国もうおしまいうち今日。わかるかも。なんかわかる、やりきったよね、うちら。明日は美容クリニックに行ってみようの会、うん、肌管理とかしに行こうっていう話になって、うん、まあだからもうそれやったら結構フルじゃない。うん、今回トーアが結構は韓国行ってるから、うちらトーアに求めたんだよね、おすすめの洋服屋さんとか雑貨屋さんとかあるみたいな。そしたらすっごい丁寧に LINE 送ってくれて、なんて読むんだろう、カレントストア、カレントストア、レディースシンプル、可愛いけど私は買ってない。インスタントファンク、私はいけないけど可愛い。めちゃくちゃ面白いのが、もう自分が言ったか言ってないかマストで記載されてることと。それの情報はさ、何でも聞いてしまう。ストアが言ったか言ってないかは、どっちごめんね、どうでもいいの。ザ・オープンプロダクト、可愛い、私持ってる。
んかないよ別に。トア持ってんだ。とかじゃないけど、でもなんかトアにとってなんかの反対材料になればと思って送ってくれたんだよね。本当可愛い。一番怖いのが、うん、いいね抜け。ピーマン好きそう。多分レディースを。レディース着ないのよ別に。でもやばい、うん。食べ物もだね。まだ食べたいサムギョプサルとか食べれてないから。え、だからうちサーティワンも行きたいの。韓国の。向こう。行こう。アイス食べたい。だから明日はそれを楽しむために今日はもう寝ます。ね、寝よう。早く寝よう。本当に寝た方がいい今日はあなた。わかる。あ、プリも撮らなきゃ明日。え、撮ろう。写真も撮らなきゃ。メイク頑張んないとね。マジ。早起き頑張ろう。明日何時に起きればいいんだろう。11時にここ出れば余裕。じゃない。うん。じゃあ明日11時に出るね。必要その情報。遅れたら、あれにしよう、うん、遅れたら、せーの、火炙り、うん、あもう何しとるんですか、勝手にベッドくっつけまーす。なんでだよ、てベッドくっつけなくて一つのベッドもくっつけなくて、なんでえ、これシングルベッド？セミダブルっぽい。セミダブルっぽいね。でもセミダブルを2つくっつけたら、でもセミダブルっていうことは別に1人分けててもいけるね。ん？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 めちゃめちゃあれ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 ええすぐ使いたい人。おい。帽子とか持ってかない？持ってく。持ってく？うん。てか買うってく。いや。マジ？うん。え、可愛すぎるこのリップ。うわ、可愛いこのリップ。うわ、めっちゃ可愛いだねなんか。韓国って感じするよね。かわちい。かわちい。てか帽子かぶんないの？せっかく持ってきたの。え？かぶんない。映えはどこ行ったん？今日映えの日やん。だってこれ気持ち悪いもん。気持ち悪くないって絶対平気だって。欲しかった。うん、帽子ルックで揃えたかった。良くないこういうペア。ペアでやってこうようちら。だって。まあ、引っ込まないでよ。変な帽子自分かぶるからってうちも変な帽子かぶせないでよ。そんなことないよ。可愛いんだよこの帽子だって。こちらは変な帽子コンビでいきます。変な帽子って言ってんのうちだけだしね。エナピはもういいと思ってんだもんね。え、でも本当にこれは可愛いと思って。うちも本当にエナピのは変じゃないと思う。本当に自分のは変だと思う。逆だよ、こっちの方が面白いと思って。いやいやいや、それはマジで似合ってる。本当に、うん、こっちの方が似合ってるよ。もうやめよう、こうだよ。サムダちゃん、これ被ってみてほしい、本当にお願い。被ってみます。うん、お願い。あ、でも可愛いよ。てかこういう帽子買えなよ。持ってるよ一個。持ってんの？ないってことは。ちょっと待って、やばい。あんたとのサイズ感の違いがすごすぎる。サーナハット。それに言われたらもうそれでしか見えない。やマジで美味しそう。やばくない？ハニーと醤油みたいなんです。ありがとう、マジ楽しみ。一緒に食べよう。こちらにはプリクラが待っているから早く食べないで。いただきまーす。いただきまーす。チュ、うまっ。うますぎてどうする。これハニー、うわっ飛んだ。どっちが好き？え、でもこっちうますぎるかも。うん、うん、てか本当に使いすぎてやばかった。パックしながら多分寝てた。だってエナペがさ、お風呂入る前にパック始めて、出てからパック外したもん。そうだよ、だってうち出てきたらベッドでこうだったもん。パックしながら行った。でうちしばらくこうやって見てたの。そしたらパッて起きた。でもすごくないそれ、ドッキリの視線感じたじゃない。感じたんだな。一番好きな食べ物って言われたら何て答える？ガチでフライドチキンかも。そうなの。自分が
この世で一番好きな食べ物フライドチキンってやばくない？結構恥ずかしい。恥ずかしくはないよ。この話さ、好きな食べ物をガチで考えた時にパッて一番クリームシチューが一番最初に上がるの。笑ってんじゃねえ。前さ話したじゃん、これ今日は何だったっけ。寿司とかそっち系、あ、違う、紅生姜だ。あ、言ってた、うん、めちゃくちゃ面白いから。でもクリームシチューだけど、クリームシチューってクリームシチュー屋さんじゃないじゃん。居酒屋にもクリームシチューってメニューあんまないじゃん、うん、だから言っても意味ないって思っちゃうの。そういうのってさ、好きな食べ物聞いてどこ行くか決めるとか参考にするわけじゃん。確かに。じゃあ内緒にしたりしようか。クリームシチュー好きですってこと。うん、内緒にしてる。せーの、せーの、やるやん。え、じゃあ何やつ考える。ハッピーハッピーバケットハッピーズっていうのよ。ちょっとやってみる。あなたと私でハッピーハッピーにしようか。せーの、あなたと私で。ハッピーハッピー分ける。私があなたと私で、うん、ね、ハッピーハッピーバケットハッピーズ。一応かな、うん、せーの、ね、あなたと私でハッピーハッピーバケットハッピーズです。いいじゃん。漏れたい。お、ピーピーマンはこの歌がなんかすごい好きみたいでよく歌ってくれます。おやすみバカンス大好きね。バカンスもありだよね。うまっ。じゃーん、猫飼ってる人いる。髪型どうなってるか。現在7時半、コンビニ行ってきます。マジ終わり。寝起き2分2秒。もういやー。怖いって、本当に。痛い。ちょっともうダメ。行くなってことじゃない。もうこんなんなんですけど。ということで、ユピとの韓国旅 Vlog どうだったでしょうか。本当に楽しかったのでまた行きたいです。ユピの方も多分上がると思うので見てね。バイバイ。